こんにちは。はい。さあ豊さん、はい、まあ、2022年、はい、まあそろそろ活躍しないと、まあやばいよねじゃないですけど、ちょっとあれだよっていう選手たちもまあいると思うんですけれども、まあもうあんまり待ってくれないしね。新鮮味がなくなって飽きられちゃうというかさ、はいはい、なんていうのかな、期待に応えていかないと、はい、こう悪運を呼ぶというかさ、あ、まあ、例えば打席に入ったとしても、はい、マウンドに上がったとしてもまたダメなんじゃないかっていうようなさ、うん、予感をこうなんていうの、なんていうんだっけ、そういうのってなんかね、助長させる、サッカーでも、はい、アディショナルタイムにコーナーキックを蹴って、はい、これ失点されるんじゃないかなっていうさ、失点するんじゃないかなって応援してるチームを、はい、だからこう引き寄せの法則だ、はい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 、ね、引き寄せの法則で、うん、あまりにもさ期待されてて、はい、やらないとまたダメなんじゃないかっていうさ、引き寄せの法則でなんかその選手がダメになっていくっていう、なんかこう負のスパイラルじゃないですけどが出てくるから ね、うん、そうですね、やっぱ早く活躍してほしいなっていうふうに願ってるけど ね、ということで、じゃあ今日は、はい、パ・リーグの中で2選手、はい、今年大ブレイクしないと、まあ、ブレイクしないとダメだよっていう選手をちょっと豊さんに挙げてほしいんですけれども、やっぱなんと言っても清宮だよな、うん、清宮選手、2017年のドラフト1位で日本ハム入りしました。もう5年、そうですね、今年でも、5年目ということになるんですかね。2018、19、20、21、22なので、はい、減量もしたしね。そうですね、あ、それで、まあ、体のキレも良くなると思うし、はい、っていう矢先に、うん、まあ、コロナになってみたいな。そうなんです。でもこれはね、もうね、責められないんだよね、コロナになってて何やってんだっていう、はい、これだけ感染力が強いさ、うん、市中感染をするようなコロナになって、はい、まあ、かかるなっていう方が難しいけども、はい、まあ、かかってしまって、うん、まあ、2軍スタートという、いわゆるその高校生までがピークだったけれども、その先、まあ、大学もそうですけど、うん、どうなんだろうっていう、まあそうだな、だからもう本当だったら大学出て、はい、まあ、1年目2年目っていう年なんだけどもさ、はい、だからまあそんなに焦らなくてもいいとは言うけども、うん、でも彼の素質を持っていけば、はい、やっぱもうレギュラー取ってなきゃいけないような、うん、そんな状態だと思うんだよね、はい、だからまあ新庄監督の一声、はい、ね、痩せたらちょっともうちょっとモテるんじゃないのみたいな、うんうんうん、まあ、そこから痩せてみてみたいな、まあ、そうですね、まあ、それはやっぱ無駄に太ってるよりも体のキレがあった方がいいよっていうね、うん、まあ、メッセージだったと思うし、はい、まあ、それを実践して痩せてきた、はい、あ、やる気になってた、うん、まあ、その矢先にコロナ、なんかね、歯車が合わないというか、なんかそうですね、狂うというか、うんうん、だけど今年やっぱもう新庄監督の時に、はい、やっぱある程度目を出さないと、はい、もう咲けなくなるかなっていうような、うん、まあ、そういう心配にもなってきてるよね。しかもそのキャンプの振り分けも一軍ではちょっとあのビッグハンいわゆる、うん、ではないスタートですか、まあ、まあコロナがあっただろうからね、はい、だからまあそういう考慮もあったと思うけども、うん、ただあの新庄監督も1年で、ね、はい、辞めるっていうようなことはないだろうし、はい、まあ、何年か監督っていう、まあ、政権は続くというふうに考えるとさ、はい、やっぱここでやらないともう終わっちゃうよね、うん、本当に。そうですね。で今通算のホームラン数も21本、うん、まあ7本って来ていて、本来ならばもっともっと打って打たなきゃいけない選手、まあそう、ね、いやそれはもちろんそうだよ。その一桁っていう毎年ってことはないような選手ですよね。あ、だから村上岡本クラスにはなっといてほしいよね、はい。そうですね、まあ、かなり出遅れてしまったというか、だから、まあ、そういう意味では本当に今年、まあ、コロナスタートだけどさ、はい、まあ、だけどまだまだねシーズン長いし、はい、だから今年本当に目を出さないとね、うん、まあ、行く先が心配だよね。そうですよね、うん、で、まあ、1人目は清宮選手、うん、でもう1人はロッ、パリウでいうと、いや、もう安田だよね、ロッテの安田選手。ああ、実は2017年のドラフト1位ということで、清宮選手と清宮世代だよ、ね、そうなってくるんですよね。で彼の素質も清宮と、まあ、双璧というかね、はい、まあ、そのぐらいの素質を持ってて、はい、だけどなんていうのかな、やっぱ安定しないというのは、うん、やっぱこう一つのものを得られないよね、うん、だから形をコロ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 変えるしさ、はい、うーん、まあ、そこら辺っていうのはやっぱ悩みなんだろうけどさ、
確固たるものがまだ捕まってないという、いろいろ変化をしながら成長はしていくんだけどもさ、やっぱこれっていうものを早く見つけないと、はい、もうこのまま終わっちゃうなっていう。そうですよね。やっぱりそのロッテのチームとしては安田選手を4番でっていうことなんですよね。ただそれを見るとやっぱりホームラン数で2018年1本で2020年6本2021年が8本っていう、あれだけの体を持っててね、はい、一桁に終わってるんで、あれだけの打席をこなしてる、はい、まあ、その中でこの数字っていうのはやっぱ物足りないし、うん、彼の素質っていうことを考えるともう全然やってないのと一緒ぐらいの数字しか残せてないよね。ですよね。打率にしても一番良かったのが去年の2割4分2厘で、うん、2020年が2割2分1厘で、2018年が1割5分1厘、本来だともちろん3割を超えててほしい選手、まあ、3割打たなくてもいいけど、あー、ホームランは20本を超えてほしいよね。安田選手に求めること足りないことっていうのは何なの？確実に引っ張れることだよね。まず引っ張ることを確立させた方が、彼はバッティングを覚えると思う、はい、まあ、流すっていうのは彼にとってはすごく楽な作業だし、はい、やっぱ逃げの作業なんだよね、あっちに反対方向に打つっていうのは、はい、それはもう得意なことだし、体に負担がかからない打ち方なんだよ。確実に引っ張るっていうことは止めなきゃいけないから、体を、はい、まあ、専門的に言えばね、止めなきゃいけないから苦しいことなんだよね、だからその苦しいことに挑戦をしてほしいという。で、確実に引っ張れる、どのボールでも引っ張れるような形が出来上がったらすごく楽になると思う、彼は、だからそれを今年、まあ、キャンプも含めてね、オープン戦の時から、はい、それをテーマに俺はやってほしいなと思うけどね。やっぱね、左バッターで引っ張れないバッターはいらないんだよ。あ、そうなんだ。うん、それはまあ確かにその勝負どころでね、反対方向に打って打点を上げる、これはいいことなんだけども、でもチャンスを広げるとか、まあ、あの左バッターがね、流してても怖くないんだよね。あの相手チームとかピッチャーが、だからその引っ張るよりも流す方がホームランの確率、長打の確率っていうのは減るし、はい、で彼に求められてるっていうのはやっぱ強い打球で引っ張れるというね、そういうことを求められてると思うしね、でメジャー志向がやっぱ強いっていう話も聞くし、はい、でもそれであればやっぱもっとやっぱ大谷が最初ね、なかなか向こう行って引っ張れなかったのが引っ張れるようになってホームラン王争いに加わった、はい、まあ、それを一つの例とすればやっぱり安田も引っ張れるようにならないと、やっぱ全ての成績が上がってこないっていうのがもうちょっともう手に取るように分かるんだよね、だからそこら辺苦手なところをやっぱ挑戦してほしいなっていうふうに俺は思うんだけどね。そうですね、さっきちょっと聞きそびれちゃったんですけど、清宮選手はじゃあ豊さん今年どんなこと課題、はい、課題ですね、まあ、とにかく彼を打ち取るのにワンパターンでよかったんだよ、インサイド見せといて落とすという、はい、だからここら辺のワンパターンをいくつのパターンをも作ることができるか相手に、はい、でワンパターンでやられないようにするということはやっぱ彼もやっぱこうボールのスピードに慣れなきゃダメだ、やっぱスピードにまだまだ慣れてないもん。あ、そうなんですね、インサイドの速いボールに慣れてない。これ5年目なんでになるんですけど今年、それはもう慣れないと。いや彼はねボールをね最後まで疑っちゃうんだよ。あ、これじゃないのか、こっから曲がるんじゃないかとか、こっから落ちるんじゃないかとっていうね、はい、やっぱ疑いがあるから、まあそういうことを一新するぐらいな覚悟でやっぱこう臨んでいかないと、はい、だからインサイドの速いボールが来た、これはもうファールにしてもいいから一塁線に、はい、でそのぐらいの感覚で捉えてボールを捉えていく、そういうふうなやり方をすれば彼はきっと打てるようになると。まあ2人とも今年が5年目になるということで、まあそうだね、まあ、厳しい1年になると思うんですけれども、いやもう本当にねこの2人っていうのは俺もものすごい期待してると思うし、はい、期待してるし、はい、ファンの方もものすごい期待してると思うんだよ、はい、でももうね6年目7年目になってくるともういいってなるからね、新しい芽がどんどん出てくるから、で忘れていかれちゃいますもんね、でポッと出てきても、はい、いやもうどうせダメなんだろうみたいに、思われると
ね、引き寄せの法則でそういう運を引っ張ってきちゃうから結果が出ないというね、はい、だから悪循環にならないうちに、やっぱなんかこう自分を立て直し、やっぱ成績が出るような形を、体制を整えてほしいよね。そうですね、はい。さあ次回は今日パリーグをやりましたので、はいはい、次回はじゃあセリーグの今年ブレイクしないと危ないよと、まあ、危ないというかしてほしいという、はい、選手2選手をピックアップします。はい。